皆さんこんにちは陽介ですこのチャンネルは日本語のリスニング力と話す力を鍛えつつ日本の常識や文化日常が学べるコンテンツを提供しています水曜日と土曜日に更新しているので役に立つと感じてもらえたらチャンネル登録いいねコメントをよろしくお願いしますではまず 聞いてみましょう。今回は日本への旅行前に知っておくと良いことを10個ご紹介します。日本の文化やシステムは独特な部分が多く、少しの準備で日本での滞在が格段に快適になります。 日本語学習をしながら日本を訪れる際のポイントも押さえちゃいましょう。1. 現金は必須。日本では政府主導でキャッシュレス化を進めているものの現金が必要な場面がまだまだ多くあります。特に小さな店舗や 自動販売機などで現金が必要となります。地方に行けば行くほどタクシーなども現金しか使えない場合があるので気をつけてください。外国のカードが使えない ATM もありますがコンビニにある ATM は外国のカードも基本的に使えます。2 データシムまたはポケット Wi-Fi を用意。旅行にはインターネットへのアクセスが必要不可欠です。そのため空港でデータシムカードやポケット Wi-Fi を手配するのが便利です。これにより地図の使用や SNS への投稿がスムーズになります。 3. 電車が便利。日本での移動は電車が便利です。観光や複数の都市を訪れる場合は、ジャパンレールパスがお得です。これは短期滞在で日本を訪問する外国人など利用資格を満たす方に限り、 利用できるチケットで、期間中、一部の列車を除き、JR の新幹線や地方の JR の電車に乗り放題になります。概要欄にリンクを貼っておくので、確認してみてください。4、交通系 IC カードが便利。 日本を訪れる際、公共交通機関をスムーズに利用するためには、Suica や Pasmo のような交通系 IC カードを持っておくと非常に便利です。Suica や Pasmo 以外にも交通系 IC カードが複数ありますが、日本国内のほとんどの地域で相互利用可能で、 デザイン以外にほとんど機能や価格の差はありません。これらのカードは電車、バス、さらには一部のタクシーやコンビニ、自販機などでの支払いにも使えるプリペイド式の IC カードです。利用方法としては空港や主要駅の券売機、 またはサービスセンターでカードを購入し必要な金額をチャージします。乗車時と降車時に改札機にカードをかざすだけで運賃が自動的に計算され引かれます。残高が不足している場合は簡単にチャージして再び利用することができます。 5. 電車、バス内でのエチケット。電車、バスといった公共交通機関の中では静かに過ごすことがマナーです。電車、バスの中ではできるだけ電話をせず大声で喋らない。新幹線の中で電話したい場合は デッキに出て電話することが必要です。ただし、金曜日の夜の電車などは酔っ払いがいてうるさい場合もあります。また、混雑時はバックパックを前に持つなどの配慮が求められます。六、ゴミはゴミ箱へ。日本は とても清潔とよく外国人の方に驚かれます。ゴミが出た場合は、新幹線の中、駅、コンビニなどに設置されているゴミ箱へ捨てる必要があります。もし、ない場合、持ち帰ってホテルや旅館で捨てるようにしましょう。7. チップは不要。飲食店などを訪れた際、日本ではチップを渡す習慣がありません。サービス料が含まれる場合もありますが、追加で支払う必要はありません。8. 宿泊施設は早めに予約。東京や京都など、 人気のエリアを訪れる場合、宿泊施設は予約ですぐに埋まってしまいます。計画的に事前に予約することをお勧めします。じゃらんは日本で人気のある宿泊予約用ウェブサイトです。実際に宿泊した人がつけた 口コミ点数をもとに宿選びができ、点数には信憑性があります。こちらも概要欄に記載しておきますのでご覧になってください。9。温泉を楽しむ準備を。日本を訪れるなら温泉を体験することは外せません。基本的には、 水着の着用などはなく、皆、ハンドタオルを一枚持ち、裸で入ります。温泉では、浴槽に入る前に、体をよく洗うことが入浴のマナーです。浴槽には、タオルを入れず、頭の上に置くか、浴槽の脇に置いておきましょう。また、日本では、 タトゥーが一般的ではなく、公共の浴場などでは入場を制限されることがあるので頭に入れておきましょう。10、エスカレーターは片側に立つ。日本ではエスカレーターの片側に立ち、もう片方の側を歩行用に開けておくという風習があります。 この風習は、急いでいる人がスムーズに通行できるように開けています。ただし、右に立つか左に立つかは、東京は左側、大阪は右側といった感じで、地域によって違います。周囲の人に合わせましょう。最後に、 以上が日本に旅行に行く前に知っておくと良いこと10個でした。これらを念頭に置き、日本独自の文化やエチケットを楽しみながら、安全で快適な旅をお楽しみください。もう一度ふりがななしで聞いてみましょう。 漢字が読めるかどうかも確認してみてください。今回は日本への旅行前に知っておくと良いことを10個ご紹介します。日本の文化やシステムは独特な部分が多く、少しの準備で日本での滞在が格段に快適になります。 日本語学習をしながら日本を訪れる際のポイントも押さえちゃいましょう。1. 現金は必須。日本では政府主導でキャッシュレス化を進めているものの現金が必要な場面がまだまだ多くあります。特に小さな店舗や 自動販売機などで現金が必要となります。地方に行けば行くほどタクシーなども現金しか使えない場合があるので気をつけてください。外国のカードが使えない ATM もありますがコンビニにある ATM は外国のカードも基本的に使えます。2 データシムまたはポケット Wi-Fi を用意。旅行にはインターネットへのアクセスが必要不可欠です。そのため空港でデータシムカードやポケット Wi-Fi を手配するのが便利です。これにより地図の使用や SNS への投稿がスムーズになります。 3. 電車が便利。日本での移動は電車が便利です。観光や複数の都市を訪れる場合は、ジャパンレールパスがお得です。これは短期滞在で日本を訪問する外国人など利用資格を満たす方に限り、 利用できるチケットで、期間中、一部の列車を除き、JR の新幹線や地方の JR の電車に乗り放題になります。概要欄にリンクを貼っておくので、確認してみてください。4、交通系 IC カードが便利。 日本を訪れる際、公共交通機関をスムーズに利用するためには、Suica や Pasmo のような交通系 IC カードを持っておくと非常に便利です。Suica や Pasmo 以外にも交通系 IC カードが複数ありますが、日本国内のほとんどの地域で 相互利用可能でデザイン以外にほとんど機能や価格の差はありません。これらのカードは電車、バス、さらには一部のタクシーやコンビニ、自販機などでの支払いにも使えるプリペイド式の IC カードです。利用方法としては空港や 主要駅の券売機またはサービスセンターでカードを購入し必要な金額をチャージします。乗車時と降車時に改札機にカードをかざすだけで運賃が自動的に計算され引かれます。残高が不足している場合は簡単にチャージして 再び利用することができます。5. 電車、バス内でのエチケット。電車、バスといった公共交通機関の中では静かに過ごすことがマナーです。電車、バスの中ではできるだけ電話をせず大声で喋らない。 新幹線の中で電話したい場合は、デッキに出て電話することが必要です。ただし、金曜日の夜の電車などは酔っ払いがいてうるさい場合もあります。また、混雑時はバックパックを前に持つなどの配慮が求められます。6 ゴミはゴミ箱へ。日本はとても清潔とよく外国人の方に驚かれます。ゴミが出た場合は、新幹線の中、駅、コンビニなどに設置されているゴミ箱へ捨てる必要があります。もしない場合、持ち帰って、 ホテルや旅館で捨てるようにしましょう。七、チップは不要。飲食店などを訪れた際、日本ではチップを渡す習慣がありません。サービス料が含まれる場合もありますが、追加で支払う必要はありません。八、 宿泊施設は早めに予約。東京や京都など人気のエリアを訪れる場合、宿泊施設は予約ですぐに埋まってしまいます。計画的に事前に予約することをお勧すすめします。ジャランは日本で人気のある 宿泊予約用ウェブサイトです。実際に宿泊した人が付けた口コミ点数をもとに宿選びができ、点数には信憑性があります。こちらも概要欄に記載しておきますのでご覧になってください。9、温泉を楽しむ準備を 日本を訪れるなら温泉を体験することは外せません。基本的には水着の着用などはなく皆ハンドタオルを一枚持ち裸で入ります。温泉では浴槽に入る前に体をよく洗うことが入浴のマナーです。浴槽にはタオルを入れず 頭の上に置くか、浴槽の脇に置いておきましょう。また、日本ではタトゥーが一般的ではなく、公共の浴場などでは入場を制限されることがあるので、頭に入れておきましょう。十、エスカレーターは片側に立つ。日本では、 エスカレーターの片側に立ち、もう片方の側を歩行用に開けておくという風習があります。この風習は、急いでいる人がスムーズに通行できるように開けています。ただし、右に立つか左に立つかは、東京は左側、大阪は右側といった感じで、 地域によって違います。周囲の人に合わせましょう。最後に、以上が日本に旅行に行く前に知っておくと良いこと10個でした。これらを念頭に置き、日本独自の文化やエチケットを楽しみながら、安全で快適な旅をお楽しみください。 ここからは練習の時間です。私に続いて繰り返してみてください。今回は日本への旅行前に知っておくと良いことを10個ご紹介します。今回は 日本への旅行前に知っておくと良いことを10個ご紹介します。日本の文化やシステムは独特な部分が多く、少しの準備で日本での滞在が格段に快適になります。 日本の文化やシステムは独特な部分が多く少しの準備で日本での滞在が格段に快適になります。日本語学習をしながら日本を訪れる際のポイントも抑えちゃいましょう。 日本語学習をしながら日本を訪れる際のポイントも押さえちゃいましょう。一、現金は必須。一、現金は必須。日本では政府主導で キャッシュレス化を進めているものの、現金が必要な場面がまだまだ多くあります。日本では政府主導でキャッシュレス化を進めているものの、現金が必要な場面がまだまだ多くあります。 特に小さな店舗や自動販売機などで現金が必要となります。特に小さな店舗や自動販売機などで現金が必要となります。地方に行けば行くほど、 タクシーなども現金しか使えない場合があるので気をつけてください。地方に行けば行くほどタクシーなども現金しか使えない場合があるので気をつけてください。 外国のカードが使えない ATM もありますが、コンビニにある ATM は外国のカードも基本的に使えます。外国のカードが使えない ATM もありますが、コンビニにある ATM は 外国のカードも基本的に使えます。2. データシムまたはポケット Wi-Fi を用意。2. データシムまたはポケット Wi-Fi を用意。 旅行にはインターネットへのアクセスが必要不可欠です。旅行にはインターネットへのアクセスが必要不可欠です。そのため、空港でデータシムカードや ポケット Wi-Fi を手配するのが便利です。そのため、空港でデータシムカードやポケット Wi-Fi を手配するのが便利です。これにより、地図の使用や SNS への投稿がスムーズになります。これにより地図の使用や SNS への投稿がスムーズになります。3. 電車が便利。 3. 電車が便利。日本での移動は電車が便利です。観光や複数の都市を訪れる場合は、ジャパンレールパスがお得です。 観光や複数の都市を訪れる場合は、ジャパンレールパスがお得です。これは短期滞在で日本を訪問する外国人など、利用資格を満たす方に限り利用できるチケットで、 これは短期滞在で日本を訪問する外国人など利用資格を満たす方に限り利用できるチケットで期間中一部の列車を除き JR の新幹線や地方の JR の電車に 乗りり放題になります期間中一部の列車を除き JR の新幹線や地方の JR の電車に乗り放題になります概要欄に「 リンクを貼っておくので確認してみてください。概要欄にリンクを貼っておくので確認してみてください。4. 交通系 IC カードが便利。 4交通系 IC カードが便利日本を訪れる際公共交通機関をスムーズに利用するためには日本を訪れる際公共交通機関をスムーズに利用するためには スイカやパスモのような交通系 IC カードを持っておくと非常に便利です。スイカやパスモのような交通系 IC カードを持っておくと非常に便利です。 スイカやパスも以外にも交通系 IC カードが複数ありますがスイカやパスも以外にも交通系 IC カードが複数ありますが日本国内のほとんどの地域で 相互利用可能で、デザイン以外にほとんど機能や価格の差はありません。日本国内のほとんどの地域で相互利用可能で、デザイン以外にほとんど機能や価格の差はありません。 これらのカードは、電車、バス、さらには一部のタクシーや、これらのカードは、電車、バス、さらには一部のタクシーや、コンビニ、自販機などでの支払いにも使える、プリペイド式の IC カードです。 コンビニ、自販機などでの支払いにも使えるプリペイド式の IC カードです。利用方法としては、空港や主要駅の券売機、またはサービスセンターでカードを購入し、必要な金額をチャージします。 利用方法としては、空港や主要駅の券売機、またはサービスセンターでカードを購入し、必要な金額をチャージします。乗車時と降車時に、改札機にカードをかざすだけで、 運賃が自動的に計算され引かれます。乗車時と降車時に改札機にカードをかざすだけで運賃が自動的に計算され引かれます。 残高が不足している場合は簡単にチャージして再び利用することができます。残高が不足している場合は簡単にチャージして再び利用することができます。 五、5. 電車、バス内でのエチケット。五、電車、バス内でのエチケット。電車、バスといった公共交通機関の中では、静かに過ごすことがマナーです。 電車、バスといった公共交通機関の中では静かに過ごすことがマナーです。電車、バスの中ではできるだけ電話をせず大声で喋らない。 電車、バスの中ではできるだけ電話をせず大声で喋らない。新幹線の中で電話したい場合はデッキに出て電話することが必要です。 新幹線の中で電話したい場合は、デッキに出て電話することが必要です。ただし、金曜日の夜の電車などは酔っ払いがいてうるさい場合もあります。 ただし、金曜日の夜の電車などは酔っ払いがいてうるさい場合もあります。また、混雑時はバックパックを前に持つなどの配慮が求められます。また、 混雑時はバックパックを前に持つなどの配慮が求められます。六、ゴミはゴミ箱へ六、6. ゴミはゴミ箱へ日本はとても清潔と よく外国人の方に驚かれます。日本はとても清潔とよく外国人の方に驚かれます。ゴミが出た場合は新幹線の中、駅、コンビニなどに設置されている ゴミ箱へ捨てる必要があります。ゴミが出た場合は、新幹線の中、駅、コンビニなどに設置されているゴミ箱へ捨てる必要があります。 もし、ない場合、持ち帰ってホテルや旅館で捨てるようにしましょう。もし、ない場合、持ち帰ってホテルや旅館で捨てるようにしましょう。7 チップは不要。7. チップは不要飲食店などを訪れた際、日本ではチップを渡す習慣がありません。飲食店などを訪れた際、日本では チップを渡す習慣がありません。サービス料が含まれる場合もありますが、追加で支払う必要はありません。サービス料が含まれる場合もありますが、追加で支払う必要はありません。 8. 宿泊施設は早めに予約。東京や京都など、人気のエリアを訪れる場合。東京や京都など、 人気のエリアを訪れる場合宿泊施設は予約ですぐに埋まってしまいます宿泊施設は予約ですぐに埋まってしまいます計画的に 事前に予約することをお勧すすめします。計画的に事前に予約することをお勧すすめします。ジャランは日本で人気のある宿泊予約用ウェブサイトです。 ジャランは日本で人気のある宿泊予約用ウェブサイトです。実際に宿泊した人が付けた口コミ点数をもとに宿選びができ、点数には信憑性があります。 実際に宿泊した人が付けた口コミ点数をもとに宿選びができ、点数には信憑性があります。こちらも概要欄に記載しておきますのでご覧になってください。 こちらも概要欄に記載しておきますのでご覧になってください。九、温泉を楽しむ準備を九、温泉を楽しむ準備を日本を訪れるなら温泉を体験することは外せません。 日本を訪れるなら、温泉を体験することは外せません。基本的には、水着の着用などはなく、皆、ハンドタオルを一枚持ち、裸で入ります。基本的には、 水着の着用などはなく、皆、ハンドタオルを一枚持ち、裸で入ります。温泉では、浴槽に入る前に、体をよく洗うことが入浴のマナーです。 温泉では浴槽に入る前に体をよく洗うことが入浴のマナーです。浴槽にはタオルを入れず頭の上に置くか浴槽の脇に置いておきましょう。浴槽には タオルを入れず、頭の上に置くか、浴槽の脇に置いておきましょう。また、日本ではタトゥーが一般的ではなく、公共の浴場などでは入場を制限されることがあるので、頭に入れておきましょう。 また日本ではタトゥーが一般的ではなく公共の浴場などでは入場を制限されることがあるので頭に入れておきましょう。10エスカレーターは片側に立つ。 10、エスカレーターは片側に立つ。日本では、エスカレーターの片側に立ち、もう片方の側を歩行用に開けておくという風習があります。日本では、 エスカレーターの片側に立ち、もう片方の側を歩行用に開けておくという風習があります。この風習は、急いでいる人がスムーズに通行できるように開けています。 この風習は、急いでいる人がスムーズに通行できるように開けています。ただし、右に立つか左に立つかは、東京は左側、大阪は右側といった感じで、地域によって違います。周囲の人に合わせましょう。 ただし、右に立つか、左に立つかは、東京は左側、大阪は右側といった感じで、地域によって違います。周囲の人に合わせましょう。最後に、 最後に。以上が、日本に旅行に行く前に知っておくと良いこと、十個でした。以上が、日本に旅行に行く前に知っておくと良いこと、十個でした。 これらを念頭に置き、日本独自の文化やエチケットを楽しみながら、安全で快適な旅をお楽しみください。これらを念頭に置き、日本独自の文化やエチケットを楽しみながら、安全で 快適な旅をお楽しみくださいはいお疲れ様でしたこれからも毎週水曜日と土曜日に役に立つ動画を上げていきたいと思いますのでチャンネル登録といいねコメントをいただけたら励みになりますではまたよろしくお願いしますこれからも頑張りましょうバイバイ